感じです。ただいま外出中です。ご用の方はピーという音の後にメッセージを残してください。後で必ず電話するからさ。じゃあね。ランチタイムは忙しいから、それに夏休みは稼ぎ時だしね。で、食事に来たんだろ。何する？はいよ、おじちゃん、日替わり一丁。はい、お待たせ。おかわり自由だから、どんどん食べてよ。あ、帰るの？うわー、綺麗に食べてくれたね。ありがとう。喜んでくれると僕も嬉しいよ。どうしたの、こんなところで。ふーん、そうなんだ。え、僕はちょっとね、トレーニングさ。うん、軽く走ったりいろいろね。時間があるときはね、体を動かすの根っから好きなんだよ、僕。そうだよ、運動不足は体に毒だよ。僕は家に帰ってちょっと筋トレしてからバイトに行くよ。そんな大したもんじゃないけど、バーベルとかそんなのは一通りあるよ。父さんのもんだけどね。そうさ、それに筋トレとかストレッチって道具なんかなくてもできるじゃないか。そりゃあできればそうしたいよ、僕だってさ。ああ、気にしないでいいよ。とりあえずやりたいスポーツだってないしね。うん、そうそう、
僕の力を生かせるような部活はね。あ、ごめんごめん、独り言独り言。それよりそろそろ行くよ僕。バイバイ。とっても不作なんだよ。ああ、趣味のものが多いし、使えるものはみんなちょっと高くってさ、期待してたんだけどな。そうだな、洋服とか食器とか、とにかく生活に役立つものだよ。うん、僕の場合こういうチャンスに結構かけてるからね。残念だよ。そうやって気にしてくれるだけで嬉しいよ僕。うん、また今度電話してみてよ。バイトの休み定期だからさ。約束だよ。じゃあ僕は行くね。バイバイ。ちょうど電話しようと思ってたんだよ。実はバイトの帰り、おじちゃんが明日は休んでいいよって。だから明日どっか一緒に行きたいなって。うん、都合はどう？本当かい？嬉しいよ僕。なぜかこの頃ずっと動物園に行きたかったんだよ僕。うん、どうかな。よかった。じゃあ明日の朝10時、動物園前で待ち合わせでいいかい？それじゃあ明日遅れずに来てよ。楽しみにしてるからさ僕。じゃあおやすみ。